Reach Beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. Is Reach Beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. This is Reach Beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. Reach Beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. Australia. Our programs on this frequency will commence shortly.
Reach Beyond Australia welcomes you to this Japanese language broadcast. こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノドラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。12月に入っても1週間が過ぎてしまいましたが、今年もあと3週間で新しい年を迎えます。30年余り続いた平成の御代にピリオドが打たれました。そして新しい令和という年号に変わりましたが、電波新聞社ではこの新しい年号に合わせて読者様の皆様の要望もあり、70年代後半にかけてベストセラーとなった DCL マニュアルの令和版を出版いたしました。そして今年8月にハムフェア会場でその本の発売を始めたところ、瞬く間に売り切れてしまったのです。さて今日はその令和版 DCL マニュアルの企画と出版に携わってこられた電波新聞社の元ラジオの制作編集長、現在は特別相談役である大橋太郎さんと現編集長の太田隆也さんに、令和版 PCL マニュアルの出版にまつわる裏話をご披露していただきます。聞き手は読者代表の小原栄さんです。はい、それでは私は今電波新聞社の方にお邪魔しております。今回は PCL の日特別番組ということで、今年の9月6日に、令和版の BCL マニュアルが発刊されました。それについてお話をお伺いしたいと思います。こちらには電波新聞社特別相談役、私にとっては当時のラジオの制作の編集長といった方が馴染み深いかと思いますけれども、大橋太郎さん、それから同じく電波新聞社出版部の太田隆也さんに、お話をお伺いしたいと思います。本日お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。令和版の BCL マニュアルなんですけど、まずは増刷おめでとうございます。どうもありがとうございます。お買い上げありがとうございます。もう何十年ぶりに増刷ができまして喜んでます大橋さんはもうすでに何回かこの HCJB の番組の方にお出になられてるんですけれども、今年の新春の対談の方に私ちょうど1年前ここにお邪魔させていただいて、それで大橋様にいろいろインタビューさせていただきました。これから何回かリスナーの集いですとか、ハムフェアの方にお話を伺いしておりました。確か9月の HCJB の番組ノートの方に、この BCL マニュアルの出版された件について書かれておりますけれども、よく読むちょっと私の名前も入れていただきまして、びっくりしましたけれども、まずその当時、この令和版の BCL マニュアルを出版しようということを決められたといいますか、そのいきさつをちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。そうですね。去年、やっぱり、ハムフェアでね、ステージイベントをやらせていただいたんですよ。はい。その時に、元
ラジオの制作の会社の方だとか、はい、皆さんいらっしゃって、まあ、それでいろいろ話してるうちに、そうかという、まだまだ熱を持ってる人がいっぱいいらっしゃるんだなということを感じたことがまず一つですね。はい、で私自身もそこで触発を受けて、アマチュア無線の、今まで電話級だったんですけど、3級のライセンス取ったり、2級のライセンス取ったり、はい、そんなことをしているうちに、まあ、たまたま尾崎先生からも言われて、番組に出演することになった。まあ、これが、まあ、一つの、その、BCL マニュアル、やってみようじゃないか、というようなことを思いついたきっかけではありますね。で、まあ、そんな様子を、編集部の太田さんが見てて、彼ももともとそういうものが大好きな少年だったんで、それでいろんな方々と連絡を取って、じゃあ BCL マニュアルなんとか令和版ということで出せたら楽しいねなんていう、そういった思いつきからスタートしました。太田さんは今回初めて、お話をお伺いするんですけれども、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。太田と申します。電波新聞社では出版社で、まあ、主に単行本ですとか、まあ、テストスクマガジンの編集をの実務を担当しております。まあ、直近上長が、まあ、大橋さんというのなんですけれども、まあ、ただ私この業界はずっと来てたわけではなくて、前職はまあ、技術的な、まあ、技術文書の作成とか翻訳とかそちらの方が専門でして、まあまあ、ラジオ少年はラジオ少年だったのでこういうことになってるんだけですけれども、まあまあ、ちょっと思うところがあって電波新聞社にお世話になっているというところです。はい、ありがとうございます。それで、この BCL マニュアルの編集にこう携われた時、その、なんて言いますか、この当時の BCL ブームについては、私自身はもう BCL ブーム真っ只中の時、ちょうど中学1年ぐらいでもうのめり込んだんですけれども、そのブームについてはご存知でしたでしょうか。私、まあ、まあ、まあ、ここ見ても、50過ぎておりまして、一応、ドンピシャリの、年代なんですけども、ただ私の場合は、まあ、基本的にハードウェアの方に興味があったもんですから、ラジオを聞くというか、ラジオを作る方、もちろんラジオの制作だったんですけども、ラジオを作って、で聞いて、まあ、短波ラジオを作った時にたまたま短波放送が聞こえるという意味でですね。まあ、それからラジオの制作は一応購読しておりましたので、山田先生の記事は眺めたりとかいうことはございました。ただ、まあ、BCL は最初やってたんですけども、早いうちにアマチュア無線の方に逃げてしまいまして、まあ、ずっとまあ、BCL 全然やってないってわけではないんですけれども、まあ、中心はアマチュア無線で BCL を時々やるという感じでした。はい、それでこの表紙なんですけれども、当時最初の昭和版の BCL マニュアルを買って読んだ人たちにとってもとてもピンとくると言いますか、もうあれと思ってびっくりするんじゃないかなと思うんですけれども、これも全く当時と同じ表紙ですね、これね。そうですね、まあ、そうですね、まあ、実は本屋さんで見つけてほしくてわざと同じだっていうのが大橋とも話は相談はしたんですけど、やっぱり当時のものがいいよね、うん、そしたら当時の読者はすぐ見つけられるしという話で、はい、まあ、これ昭和版のビジュアルマニュアルの表紙とか、それから今の制作の表紙、これも全部、我が社の写真の部長が、海外を回って毎年1回撮影したものから使ってるんですよね。うん、で、まあ、太田さんと2人で古いライブラリーをひっくり返して、なんとか昭和版の BCL マニュアルと同じような雰囲気の写真を探そうということで、ずいぶん時間かけて、それをもう引っ張り出して、まあ、これでいこうということで決めました。ちょうどやっぱり子供たちがすごく元気よくこう手を挙げて、
ニコニコしている写真がうまく見つかったんで、本当は大元の写真を見つけたかったんですが、それがあいにく出てこなかったんで、もう数十年前の話になるんで、まあ、これを選びました。はい、実は私ツイッターで見たんですけれども、この写真、この昔のあの写真っていうふうに説明されてまして、ある方が、あれ、なんかこれこの子供さんの一人の T シャツがターミネーターなんですよね。あれ、当時この絵があったっけっていうことがちょっと話題になったことあったんですけれども、これは何年の写真だったんでしたっけ？正確に言うと1993年頃の写真ですね。最初は実は1970年代だと思い込んでまして、っていうのは1970年代の写真の中から出てきの束がある中から出てきたんで、まさか混ざってるとは思わなかったので、最初は見て私も気がつかないで70年代のぐらいの写真と思って書いたんですけれども、よく私を見てみたら、あれ、ターミネーター2があるぞって書いて、ターミネーター2って80年代、少なくとも80年代より後だなと思って、で、調べ直してみたところ、1993年のラジオの制作の表紙に、この同じようなところの写真が使われておりまして、1993年頃だろうということが分かりました。はい。ターミネーターなんでね、映画の通り、これ未来からタイムスリップしてきたのかっていう、ちょっと一瞬思ったりしたんですけれども、ちなみに第2版の方は、1990年代、の写真ということで、なんか説明が直されているようですね。はい、これで謎が1個解けました。ありがとうございました。それで実はちょっと私も記事を1個書かせていただいているんですけれども、最初依頼来た時に山田先生の当時の原稿をベースに、それを現代この情報をそのものに書き換えるっていう、そういうフォーマットだったんです。これはとてもユニークなだなというふうに感じたんですけれども、これはというふうに、やはり当時の読者層を狙ってそのようにされたというふうなことだったんでしょうかね。そうですね。ただやっぱり書かれた文体とかですね、その構成ですね、これが非常に子どもたちに対して親切な形になってるんで、できれば昔読んだ、読んでいただいた方々も含めて、その方々の周りにいる、少年たち、小学生とか中学生にも読んでもらえて、その人たちが興味を持ってもらえるようにしたいなっていう思いは根底にありました、うん、それでこんな感じになったのかなというふうに思いますけど、はい。で記事をこう依頼、ね、いろんな専門家の方々に、ね、依頼されたと思うんですけど、主にどのような方々にコンタクトされたんでしょうかね。実は2つの団体に協力を求めまして、1つは日本タンパクラブ、はい、でもう1つは秋葉原 BCL クラブということ で日本タンパクラブさんは山田先生がずっと所属されていたところで、たくさん機関紙なんかにも、ずっと投稿されていたというところなので、当時を知る方はやっぱり外せないなということで、山田先生の文章を直していただくのは、日本タンパクラブの方しかいないなということで、タンパクラブさんに協力を頼んだと。でもう一つ、秋原 BCL クラブの方は、これ若い人が加入されている方が多くてですね、もう中高生も加入してます。で、最近の話題はやっぱりちょっと若い人にの方がいい、若い人だったら失礼ですけど、日本とアパークラブも若い人たくさんいらっしゃいますけども、比較的その年齢層が若い会員が多いものですから、そちらの方は、秋葉原、BCL クラブの方の会員の方に出費とか、その方から、紹介していただいた方に、頼んだという形ですね。で、現代版の日本語放送のすべての部分は、秋葉原 BCL クラブの、関係の方に書いていただきました。特に編集中に苦労されたところとかですね、何かございますでしょうか。苦労したところって言うと、やっぱり山田先生の文章をできるだけそのニュアンスを残したまま、いかにその今の現在の情報を入れ込んでいくかっていうところは非常に苦労しました。大橋さん、いかがでしょうかね、なんか。そうですね、非常に太田さん夢中になってね、のめり込んでやってて、なかなかいいものができそうだなということでありました。ただ最終的に
であのまあ考慮の段階でね、やっぱりお互いに目を入れて、いろいろ 赤字を入れたりなんかもしたんですけど、やはりもう中身が濃いんです。まあ本当に時間がかかったような気がします。それからあのいろいろスキャナーの技術とか、それから OCR ですね、それで、活字を読み取って再度、今の活字にするというような最先端の技術を使ったものですから、かなり思ったよりも仕上がりがよくできたなというふうに考えてます。まあこの手法ができたんで、ちょうど今年の今年っていうか来年の5月に電波新聞社が70周年を迎えるんで、まあ会社全体でも70周年記念でいろいろな事業とか媒体を出そうということを考えてますので、まあ今回と同じようなスタイルでですね、懐かしいんだけれども現在でも再現できるような、そういった、雑誌を発刊する予定をいくつか組んでますので、ぜひ期待していただければなというふうに思います。それからまああの太田さんが気がついたんだけど、ラジオの制作が創刊してから65年なんですよね。ちょうど会社ができて5年目にラジオの制作っていうのを電波新聞社から月刊誌として出したんで、なんかその辺のところもやろうかということを太田さんとごそごそ画策しておりますので、ぜひ楽しみにしてください。これは本当に楽しみですね。はい、公式の発売日は9月6日で、ハムフェアで先行販売ですね。はいはい、でも私ももう会場と同時にブースに駆け込んでね、幸いまだたくさん積んであったんで、確か太田さんにお支払いしたと思うんですけど、ハムフェアで の状況いかがでしたでしょうか。まあ実はですね、大橋さんのサイン付けで売ろうかという話がありまして、で大橋の方は大橋さんの方はハムフェアの取材があるもんですから、その始まってすぐは来れないわけですね。まあ1時間ぐらい後に来るからって話だったんですけれども、来た頃には全部売れ切れちゃったという結局サインして上げられた本も本当に数冊ぐらいしかなかったですよね。あともう、みんなから文句言われて、わざわざ来たのにもう1冊もないだろうねって言われてですね、まあすごいいい手応えだったんで、まあ、実際にはもう発売前に、特にネットでの書店ではもう完売になってたんで、これは来たなという感じは持ってたんですけど、まあそれで、あっという間にもう今度リアル書店の方でもなくなっちゃって本当にもう当たりを受けたんで、それで、ようやく、まあ、珍しいですね。最近はもうその増刷なんていうのは今出版が大体もうシュリンクしてますから、そういうことはまあ滅多にないんですけど、まあ1ヶ月のうちにも、再販ということができて、今のところある程度書店にもありますので、ぜひぜひ気がついた方は買ってください。よろしくお願いします。これ実はこのインタビューは今日は11月1日なんですけれども、増刷はいつ何日ぐらいからですかね。ちょうど1ヶ月ぐらいですかね。10月6日ですよね。ちょうど1ヶ月後に増刷できました。実は私も秋葉原から来たんですけれども、はい、秋葉原のロケットには4冊の、はい、残っていたっていうのが置いてありました。もう売れちゃったね。かなり最初ね、前来た時は割と山積みに近いような状態だったと思うんですけれども、はい。それからこの、なんて言いますか、感想を、読者の感想と言いますか、これは応募はがきとかもあるんですけれども、読者さんからのこの感想というのはどのようなものをいただいてますでしょうかね。まあいろいろいただいてるんですけど、おおむね、懐かしい
よくかけてバランスが取れてますねっていうお話で、もう中にはもちろんもうちょっと物足りなくてここっていうことは、言ってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、まあ、おおむね、良好、ね、でした。で、あれだよな、謎のトライアングル、トライアングルアンテナの記事が読みたい。ということで、今ね、電子工作マガジンっていう雑誌もやってるんですけど、そちらの方で、それに近いものをやろうと思ってます。ただ、今、バリコンがですね、手に入りにくいので、そこでですね、今ちょっと工夫をして、うん、この、12月19日に発売する号では、なんとか再現して、部品も手に入るような形で、記事にしたいなというふうに思ってます。それからハガキもね、いくつか来てるんですけど、今ちょっと私も見てて感動したのは、13歳の方から来てまして、うん、徳島県の田尾正俊さんっていうのかな、13歳っていうと中学1年生ですね。中学1年生ですね。で、ちょっと読ませてもらうと、はい、BCL マニュアルは僕のお宝です。いきなり書いてありまして、このような素晴らしい本を買って読めたのが嬉しいです。学校から帰ったらいつも BCL マニュアルを読んで、タンパラジオのページを見たり、いつかは自分の部屋に BCL ラジオを置くことを想像したり、本を読むたび楽しいです。これからいっぱい勉強して無線通信の仕事をする人になりたいです。なんだか昔のラジオショーみたいな、そうですね、再現できてるような書いてありますね。それで今はですね、彼は奥川さんの AM/FM お風呂ラジオで聞いてますというので、中国とか KBS、はい、中国の CRI と KBS を聞いています、はい、そういうふうに書いてありますね。でラジオのアンテナの本を出版してほしいです。まあ、これも非常に参考になるし、やはりもうこういった少年たちでも、まあ、ラジオに触れるっていうのはやっぱり夢があるのかもしれないですね。今のような時代ですね、ネットとかテレビとかもう氾濫、情報が氾濫してるんですけど、まあ、これ読んだ時にふと考えたんですが、自分の意思で自分で探して放送を聞くっていう、もう向こうからどん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 流し込まれるんじゃなくて、そういうすることっていうかね、放送を聞く行為がすごく斬新に思われてるのかなっていうような感じもしました、はい、あとなんか中国からも来てるでしょ。中国というか、まあ、台湾ですね。台湾の高雄から、多分これ山田先生ともしかしたら先生に親交があった方だじゃないかと、かなり年齢が高い方なので、ローさん、ローさんという方ですけども81歳で、高雄市にお住まいですね、台湾でも売ったところが1箇所ぐらいあるみたいで、日本語の本が、そこでなんか購入されたんではないかと思いますね。大体の感想をお送りいただいた方っていうのは、やはり年代的には本当にいいですかね。50歳から50歳で、40歳後半から50歳、60歳ですね。まあ、上はもうね、やっぱ80過ぎの、そうですね。なるほどね。山田先生の世代ですね。いやもう私もこのね、中学1年生の方のこれ今ここで拝見して、いやもうとても嬉しくてね、びっくりしてますけれどもね。なるほど、はい。特にご要望が多かったのは、まあこれしょうがないんですけど、その世界の放送局っていう部分はバッサリ実はレア版では削られてるんでして、うん、まあ、これはもうマンパワーもそうなんですけども、まあ実際もう放送局も実際のところは激減しておりまして、その辺がもう難しかったということで、うん、泣く泣くそのこともどうしようもないものですから、削ったっていう経緯がございます。ただそれを、そうは言っても、ちょっと、なかなかそれを全部削ってこのままっていうわけにもいかないので、実は、電子工作マガジンの冬号から BCL のページを3ページぐらい設けさせていただいて、最近の情報を、少しずつ入れていくという形で、フォローをしていこうということにはなっておりますので、
ぜひ、電子工作業にもご覧になって、買っていただければ嬉しいなと思います。なんか編集するにあたって、あの、山菜ブックスさんが、山田先生の、はい、資料を保管させていただいてるんですね。まあ、今回も、もう大変協力していただいて、いろいろな古い資料とか写真だとか、そういったものを、そこから、その資料の中から、貸していただいて、まあ、掲載もさせていただきました。ある意味では、もう皆さんに、協力していただいて、まあ、こういったものができた。それから、特に嬉しいのは、こういう18歳の少年のような方がですね、自分の意思で買って、すごく楽しんで読んでいただけてるっていうところが、もう一番嬉しい。うん、もうぜひ皆さんも、お読みになっている方、周囲にいる、子どもたちにも、ラジオを聞く機会を与えてくださればありがたいなというふうに思います。はい、小田さんもこの本を出されて、感想っつってなんかあれですけれども、そうですね、BCL をやってる方、こんなに熱心な方がまだたくさんいらっしゃるっていうことがすごく驚きで、まあ、私、アマチュア無線はまだ現役でやっているんですけども、アマチュア無線の方はどちらかというと、まあ、だんだん減ってくるのは、まあ、両方とも多分減ってきてはいるんでしょうけど、やっぱりちょっとなんか熱が冷めてるのかなっていう、まあ、比較論ですけれども、というのはありまして、やっぱり BCL の方は熱いなという感想を持ちました。電波新聞社さんもね、なんかまたこれからも、まあ、先ほどのお話にあったようですけれども、まあ、この関係 の、うん、出版いろいろなんかされる企画があるということなんでね、楽しみにしております。本日お忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。電波新聞社特別相談役の大橋太郎さんと編集長の太田孝也さんに、今年8月に発売された令和版 BCL マニュアルの出版の裏話を聞かせていただきました。小原さん、電波新聞社に出かけての取材、どうもありがとうございました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office@gmail.com です。皆様からのレポートをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。Thank you for tuning to Reach Beyond Australia.
Please join us every Saturday and Sunday morning at 2230 UTC or 730 AM in Japan on a frequency of 15410 kHz in the 19 meter band.